もうあるまじと。はい、皆さんこんにちは、タナショーです。そうです。本日はですね、この動画を見ている人は、まあ、小学生、中学生、そして高校生、そしてもうおじさんおばあさん、もうオールピーポー。もういろんな人が見てるんですけども、学生時代の時って、こう、グラウンドとかにさ、たまにカラーコーンって置いてあるじゃないですか。なんでカラーコーンっていう名前かと、こう考えたわけなんですよ。カラー、もちろん色。色がついてるコーン。このコーンっていうのは、他のコーンだと、これアイスクリームのコーンっていうのがありますよね。なおかつ形がね、似てるんですよ。これね、小学生ぐらいの時からずっと思ってたんですけど、カラーコーンみたいなコーンできねえかなって。当然できない。織田信長でさえすぐ切腹。そんなレベルだと思うんですけども、今回はね、もうカラーコーンをアイスクリームのコーンに見立てて、超巨大アイスクリームを作ろうと思います。ってことで、カラーコーンカモン。どういう状況？はい、ってことで用意しました。こちらね、1ヶ月前ぐらいの Amazon でね、4個セットで買ったんですけども、この絵面、家の中にないものシリーズ第14位ぐらい、カラーコーンでございます。今回はね、見てください。これをひっくり返すと、よくアイスクリーム屋さんの前に置いてあるあのコーンともうそっくりそのままなんですよ。ってことで本日はね、こちらのカラーコーンを使って、超巨大アイスクリームを作っていきたいと思いますと言いたいところですが、物を大量に使うと、炎上するリスクがありますので、画期的な超巨大アイスクリームっぽく作る方法をね、発見してしまったんで、そちらをやっていきたいと思います。資源は大切にということで。ってことで用意するものはこちら。カラーコーンと、はい、バニラアイスでございます。そして今回の企画で最も重要なこちらでございます。キンキンに丸一日冷凍庫で冷やしたボールでございます。これね、考えたんですよ。見ててください。こちらのカラーコーンのこのね、真上にこれを乗せてしまう。そうすると、はい、もうアイスクリーム。もうアイスクリームだ。そうなんですよ。こちらがキンキンに冷やしたボールにアイスを塗りたくっていけば、丸みを帯びてアイスクリームになるということで、もうね、見た目はインパクト大のアイスクリーム。ということで早速こちらのボールにですね、バニラアイスを塗りたくっていきたいと思います。割と至難の技だった。お前が、バニラアイス、オープン。なんか VR みたいな。冷た。お前が、試合開始。無事ここに貼り付いてくれるっていうのを俺は望んでいる。これ時間かかんなおい。こんな人いないよ今。カラーコーンでアイス作ろうとしてる人いる？ね、割と見た目的には結構アイスクリームになってきてるかな。はい、ということで完成しました。はい、というわけで見てこれ、カラーコーンで作ったアイスクリームでございます。いや、これもうね、やばい、めっちゃ重たい。でもね、ここだけがね、アイスクリームがあるんで、この中はね、入ってないんですけど、このここの部分がもうなんかおぉすごいひんやりしてるんですよ。ここの冷たさが下までこう伝わってきて、なんかね、抱き枕、夏の真夏の夜に抱き枕としてこう一緒に寝たいけど、翌日起きたらもう多分アイスクリームまみれっていう。すごくないっすか、ほんとアイスクリーム。サムネ撮っとこうか。サムネ、はい、これサムネ。いや、やばい。総重量が何キロぐらい？ 2 キロぐらいはあると思うんですけども。ということで早速いただきたいと思います。これかぶりついた方がいいか。いただきます。おいしい。ちょっと絵面が、うん、ちょっとすごいアイスクリームがつく。一口でね、アイスクリームがもう全体を覆っちゃう。フェイスパック、もう一口食べたらフェイスパックということで、こちらやばいな。ということでね、ちょっとね、これね、他の人にも見せたいということで、ちょっとおじいちゃんにね、見せていきたいと思います。見たことないよ、こんな人。じいじ、はい、じいじ、何？ちょっとこれ見て、これ見て。何これ。こちらね、カラーコーンアイスクリームでございます。ああ、ここ、だけど中が見えてる。いや、見えちゃった。ちょっと、はい、ということで、こんぐらいの大きさだよ、これ。これやばいよ、これ。これ食べられるということで、早速一口、ちょっと。はい。はい、本当だ。どう？美味しい？美味しいでしょ。まあ、普通だと。はい、ということでね、こちらのカラーコーンアイスクリームでございますが、こちら今全部食べきることはできませんので、今からすぐ全部戻します。What the fuck? 小学校の頃からこちらのカラーコーンをね、使って、こんぐらいの大きさのね、アイスクリームを作ってみたいという夢がね、一つ叶いましたね。ということで、ぜひ皆さんもね、興味あったらやってみてください。でもね、ちゃんとね、食べ物を粗末にしないように保存して食べたいと思いますんで、はい。お兄ちゃんやお母さんにはこういう風に使ったよということを知らせないで、食べさせたいと思います。